シルバークラウドシルバークラウドはイギリスの自動車メーカーであるジョールス・ロイスが1955年4月から1965年に製造した高級車である。同時発売されたベントレーエースタイプとは兄弟車であり、ここからエンジンも全く同じとなり、違いはコーチワークのみになった。シルバードーンの後継としてフルモデルチェンジを受け1955年に発売された。 シルバークラウドアイシルバーレースの 4887cc エンジンをベースに圧縮比を7.25に上げ、スキナーズユニオン製ツインキャブレターをツインで装備した。シリンダーヘッドをアルミニウム製吸気ポートを独立式に変更され、クランクシャフトをバランスウェイと一体が第一心。これにより、ロールスロイスの6気筒エンジンとしては究極の形式となった。 フレームはオーソドックスなラダー型ながらクロスメンバーの配置を全面的に見直した新設計でホイールベースは123イン。4AT を標準装備するなどメカニカルなコンポーネントはほとんどシルバーレースからの流用。サスペンションはメカニズムに多少の強化が行われたが基本的にシルバードーンからの流用である。マニュアルトランスミッションの設定はなくなった。ブレーキは ホイール小径化に伴いドラム系が12インから11インに縮小されたため、幅を2インから3インに拡大し、ドラム表面積は22%増えた。前が油圧、後がハイドロメカニカルでメカニカルサーボ付き。全サーボ100%、後サーボ60%ペダル動力40%。制動力配分は全1.2351。 ボディはフェンダーがボディと一体化、トランクルームもボディの一部となる等を幅に近代化された。重量は燃料約22.7リットルを入れて1 9 2 0ラム、あるが最高速度は時速1 7 0トル、s s マイル18.8秒0から1 0 0ワー五5 0 6秒である。1956年にパワーステアリングがオプション設定された。 1957年台米輸出仕様から圧縮比が8に上げられ、これは後に全仕様を共通となった。また127インのロングホイールベース板が追加され、同時にパワーステアリングが標準化された。名称は登場時には単にシルバークラウドであったが、シルバークラウド2へのモデルチェンジ後にシルバークラウドアイと呼ばれるようになった。生産台数は2259台で、 内コーチビルド仕様が156台。シルバークラウド21959年秋に変更を受け、シルバークラウド2となった。最大の変更点であるエンジンは全アルミニウム製の V 型8気筒オフ、内径ファイ4.1イ,、mm、インイコール約 104.14mm、工程3.6インイコール約 91.44mm の 6230cc で、 非常に強力かつ柔軟な特性になった。ロールスロイス製の V 型8気筒自動車用エンジンは、試作に終わった V8 レガリミット以来である。圧縮比は8。スキナーズユニオン製、自動長屈キツインキャブレター HD6 を装備した。出力は十分としか発表されないが、車載 200HP 前後との推定がある。ただしボディには特に変更はなく、 冷房機の組み込みを前提に換気装置が設計され、直した程度である。重量は標準サルーンで 2069kg に増え、ファイナルは3.08に引き上げられたため、最高速度は時速 185km、SS マイル18.2秒、0から100マイルパーアワー38.5秒に向上した。生産台数は2716台で、 内コーチビルド仕様が147台。シルバークラウド31962年、主にボディが変更されシルバークラウド3となった。メカニカルな部分の変更は、真空深角ディストリビューターを採用、100億単の廃屋ガソリンを前提とし、圧縮比は急に上げられ、キャブレターが2インの HD8 に体系化され、パワーステアリングが改良された。 この結果7%出力が向上したとされ、すなわち前型が 200HP とすれば 214HP である。これに対応するためクランクシャフトは実化処理され、ガジョンピーンが体系化された。周期の漏れを防ぐため密閉ダクトで吸気に貫流させるクランクケースベンチレーションを装備した。シルバークラウド3ボディには大きな変更が加えられており、 ヘッドライトは4等式が採用され、ラジエターグリル小型化され、フロントフェンダーもデザインが変更されている。方向指示器と車幅等が組み込まれた、フロントフェンダーのデザインは後継車種などにも引き継がれた。出力向上で最高速度は、時速 188km、SS マイル17.7秒、0から 100mph34 秒に向上した。 生産台数は2297台で、内コーチビルドが375台。後継はシルバーシャドウ。同時にベントレイは S2 になった。同時にベントレイは S3 になった。ありがとうございます。